日開場時刻11時半予定頃、キックオフ時刻14時頃。生産しかないなっていう感じで、みんな望んでましたし、本当に最大限勝ち点3を取れたのは良かったですけど、先ほども言ったように、これから本当にリーグ戦に関しては4試合。全部勝ち切る、全部勝ち切らないと僕らが目指していると思っても取れないと思うので、チーム一丸となってやっていきたいと思います。最高！今日も、熱い応援ありがとうございました。本当に苦しい状況ではありますけど、チーム一丸となって、勝ち点3を取ることができたと思います。残り4試合になりましたけど、今日の試合を終えて、多分満足している選手は1人もいないと思うので、残り4試合、本当に12点、勝ち点12取れるように、本当に、チーム一丸となって頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。今日もありがとうございました。今日も素晴らしい後押しありがとうございますKeyuが決めてくれて一番嬉しいかもしれないですあと4試合しっかり頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします久々の試合だとちょっと声が出ないんですけど久々に出て、本当にバスで入ってくる時からやったらなと思ってたんで、2年前の今日も札幌戦の声が決めてたんで、なんかいける気がしてたんですけど、なんかほんまに、ここで優勝したいんで、残り2ヶ月、頑張りますので、応援よろしくお願いします。みんな誰かに支えられていたのです。